敵さんは、え、今ダブルキルいけた？オッケー、やったー、完璧。いやー、どうですか皆さん、この M4 めちゃくちゃかっこよくないですか。前回動画で話した通り、最近はね、こう実銃の海外の動画を見るようになって、結構銃のカスタマイズっていうのに興味が出てきたんですよ。なので最近のモダン2はこう見た目重視で、カスタムを組んで遊んでます。いや、これがねめちゃくちゃ楽しい。今回の M4 はね、このモータルズベインっていう、バンドルを使用してます。で、ここから、好きなアタッチメントをつけて改造してありますね。まずレーザーサイト FSS のレーザーですね。やっぱレーザーはなんかつけるだけでかっこいいですからね、とりあえずつけておきましょう。で、次にハイブリッドサイトですね。ホロサイトと 4.8 倍のね、スコープが切り替えられる、サイトになります。やっぱりね、とりあえずいっぱいついてた方がかっこいいですから。ストックはこのトレントスパン、反動を抑えるやつだけど、やっぱこの見た目のストックは好きなのでこれつけてます。グリップの方も、ね、見た目で選びました。まあでも性能的には反動を抑える、これはなんて読むんだろうな、セイキングリップ、まあ、こちら使っております。そしてなんて言ってもこれですね、グレネードランチャーですね。やっぱり AR はグレネードランチャーがついてればかっこいいですから。もうとりあえず今回もガチャガチャした、もうフルカスタム魔改造 M4 を作りたいっていうねテーマでやってたので、とりあえずグレネードランチャーは外せないですね。そして迷彩、これ重要ですね。迷彩はね、このゲームは300近く迷彩があるんだけど、ソリッドカラーのチャコールですね。で、これをつけないとこんな感じで、元の この M4 はね、ゴールドがかったというか黒色じゃないんですよね。でもちょっと今回黒色にしたかったので、このチャコールをつけて、いい感じにこうほら渋い色になるんですよね。いやー、かっこよくない？僕のセンスが皆さんとこう合ってるのか分かりませんけど、このゴールド部分がね、あんま強調してないのがいいんですよね。もうちょこっとだけ、あー、いいっすね。あとちょっとガンスクリーンにさ、これですね、クロノフォビア、なんか日時が確認できるね、ガンスクリーンをつけてます。で、サブアームはこのハンドガンですね、 P890 ビヨンドオールっていうバンドルを元にちょっと改造しましたけど、まあだいたいアタッチメント外したぐらいかな、こんな感じになってます。さあ行くぞ、ミッション開始。そしてこのロングをこのスコープで見る。いいぞ。で、右から来てるやついるんじゃないか。意外といなかったですね。左レーン、さあ近距離戦が想定されるのでスコープを変えていく。いいっすね、かっこいい。一旦 B 取れそうですけど、待って、フラグ321ファインザフォー、ナイス。左レーン今突破されちゃったな。え、なんだ。死体が吹っ飛んでったが、オッケーオッケー、左もカット。あとはこう右になんか大量にいるな。待って、これやばい。待って、こういう時こその範囲攻撃でしょ。ダメージならず、オッケーオッケー。ダメージ引き全然低いっすね。まあグレポンはね、弱いぐらいじゃないと本当にクソゲー化しちゃうんでね、しゃあないですね。OKOKOK 完璧に敵の位置は抑えております。さあ若干リス変わっちゃったかなっていうところで、弾もなくなってきたのでミューニションボックス焚いて補充しつつ V トールゲット。敵これ上にいますね。上やりに行こうかと思ったけど、 B 地点で湧いてる湧いてる湧いてる。いやー、これはもったいないです。今のですは英語のです。うまいよ、伏せてる敵もしっかりとホロサイトで捉えていく。いいですね。使いやすい。あれ、使いやすい。前回も言ったけど、本当今のモダン2ってわりかしどんなカスタムでも普通に使えるんだよな。その分本当好きな銃で好きなカスタムで遊ぶことができる。僕ね、なんかホロサイトって昔から好きなんですよね。なんでだろう。
映画とかでよく出てたからかな。あと COD4 のキャンペーンの M4 にだいたい確かホロサイトがついてた気がする。やっぱそういう小さい頃に見たものってなんかこう大人になってもずっと残ったりするよね。僕の場合は、M4 のホロサイトです。皆さんは何ですかね。普通のなんか日本のゲームをプレイしてこなかった人間だからすぐ洋芸に手出しちゃったからね。僕の場合大きいフラグヒット、上限カット、ちょっと前出ちゃおうかな、はい、たまにはね、たまにはこういう動きするのも楽しい。やっぱりいつもと同じじゃ面白くないですからね。立ち回りも変えていく。OK。で、上行って、たまにはハンドガンを出す。で、ここも、うわあ、そっちいたか。スコープ変えていこうか。忘れてた。いいね、かっこいい。全然ネタカスタムじゃないよこれ本当に。多分ねこういう切り替えできるスコープはグランドウォーとかウォーゾーンとかこれ広いところでプレイするゲームモードだともっと刺さると思うな。ちょっとマルチだとこういう時も切り替えて、おお狙いやすい狙いやすい、後ろ来てる、上当たんな、あー一回入っちゃったか。レーザーサイトってなんかかっこいいよな。ついてるだけでなんかかっこいい。わー綺麗ですね。さあ新マップのサーチ&デストロ行きました。そしてねゲーム中に時間確認したいときはほらここで、あ、今8時11分ってね、ん、はい、ちょっと出遅れてしまった。時間なんて確認してるから。さあこのフラグは当たりません。さあ左ロングどうだ。初プレイです、このマップのサーチは。とりあえず B 拠点は来てない模様。さあ、一旦サイト切り替えて、左レーン上がっていますが、あ、今、上にいますね。ちょっとあれはさすがに遠すぎるな。でも味方がカットしてくれて、おお、あと一人？だけど、ボムは B サイドと。僕の方にいるっぽいですね。近距離はハンドガンです。このマップマジで綺麗でね、好きだな。明るい。さあ、次は右レーン行ってみようか。フラッシュ投げて、おそらく、近いんだよな。どうだ？ダブルキル取りました。おお！今いましたね。これでも暗いな。さすがにダメか。さあ、2、はい。ワンチャンこっち来てるかな？多分僕のことを撃った人がラストじゃないかな。やっぱそうですね。 OK。 うん、楽しい。モダン2はやっぱサーチが面白いかもしれんな、これは。さあ敵さん、なんだこいつのカスタムってなってるだろうな。これはグレランつけてるぞこいつって。なかなかグレラン付きはいないでしょ。もう見た目だけですからね、つけてる理由。さあ左レーン来てないですね。味方やられて、4v6。上いますね。スコープ切り替えていけるか？いける！え、結構いけるの？さすがにちょっと位置がバレてるので、やめましょう。多分みんな上ですね。当たる。しかし倒すことはできず。あと2人、どっちも上です。ここはもうどんどん近接で行きましょうか。まあ、ハンドガンもあるので、よいしょ。ナイス！さあ、サイドチェンジです。で、UAV もあるので、出しちゃって、よいしょ。よし。そして敵さんは、え、今のダブルキルいけた？嘘。OK？やったー、完璧完璧すぎるって。これだよこれ、やりたかったのは。
皆さん皆さん、これもうネタカスタムとは言えないでしょ。皆さんこれ見たらね、ネタじゃないっすよ。あ、フラグが当たる。キルストリーク、あと2秒です。ここ、フラッシュで開くことができるので、さあ敵の位置見てみましょう。これ下ワンチャン入り込んできてるな。一旦ストリーク待ちましょうか。やっぱそうですね、アドバンス指出ました。 OKOK、 味方もキルして、あと2人です。あ、やっぱり僕の下いるっぽいな。OK、 危ない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 。僕の V トルが出てるんで、多分敵は建物に行くしかないってなると、この A 建てか、違う、どこだ。ナイス。何この武器、包丁じゃん。え、ただの包丁じゃん。え、顔かっけえな。このこれちょっとね、金色が入ってるのいいな。アドバンスと UAV オンライン。OK、 アドバンスと UAV 出ちゃってますからね、こっちは。なんだあれ、あれはリーコンだから。 OK、 ラスト、おーし、完璧。ボムドローンではない。16キル0デスです。完璧です。はい、というわけでお疲れ様でした。このガンスミスシリーズ、もし好評だったらちょっとね、続けてみようかなと思います。まあ、よかったら高評価よろしくお願いします。バイバイ。